こんにちは、たらこんにちは。いずもです。しばらく前からトライしていたアクリルライトにアイロンプリントという企画を紹介します。ついでに電圧が足りなくて光らなかった元々の白色 LED を昭和回路を使って光るようにしたのでそこも紹介します。まあ正直、出来はあれなのですが、何かのアイデアにはなるかもしれないので、よかったら見ていってください。それでは、どんな作業かご覧ください。これがアイロンプリントペーパーです。ミラー印刷させるタイプがいいと思います。これを家庭用のプリンターで印刷。色を濃くしようと、3回くらい重ねて印刷してます。印刷したものをクラフトナイフで切り抜きます。パーツがバラバラにならないように適当に白地を残して切り取りました。アバター部が終わったら続いて文字を切り抜きます。切り抜きが終わったらアクリル板の上に配置して色で押さえますが、押さえすぎて色が一部流れてしまいました。加減が難しいです。何度か押さえてシートの周りに溶けた糊みたいなのが見えてきたら貼り付けは完了です。ルバンを置いてから剥がします。なんだか冷えてすぐ剥がそうとするとうまくいかないんですよね。綺麗に剥がれましたが、やっぱり色が薄い。薄くなるのを見越してもっと濃い色で印刷すればいいのかもしれません。あと、やっぱり赤い光はいまいち、そして光強すぎ。コイン電池からニッケル水素電池にした時点で、白色 LED には電圧が足りなくなっちゃったんですよね。さあ、どうしましょう。白色 LED の VF を確認しておきましょう。2.66V。ニッケル水素電池2本では足りないことがはっきりしました。もう昇圧するしかありません。昇圧 DC-DC を電池ボックスのケーブルにつけました。電圧はちゃんと 5V 出てますね。5V の出力を配線。
DC-DC コンバーターごとネット収縮チューブで覆ってしまいます。LED に 5V は直接かけれないので 220Ω の制限抵抗をつけました。白色 LED には 10mA ぐらい流れるはずです。位置合わせをしながら LED をハンダ付け、余った配線は切り取ります。DC-DC の出力をつないで、ネジを締めたら作業はほぼ終了です。接続チェック、ちゃんと光りました。部屋を暗くして光らせてみましょう。こんな風に見えます。肉眼ではもう少し綺麗に見えるんですけどね。正直微妙ですね。すみません。というわけで、アクリルライトにアイロンプリントしてみるという企画でした。そもそもアクリルの耐熱温度が100度前後で、アイロンプリントには180度程度必要とされているので、ちょっと無理ゲーっぽい企画だったのですが、一応は可能でした。ただ、アクスタ作れるクオリティではないですね。とりあえず、収録中マーカーとして使っていこうと思います。さて、こんな結果でしたが、まあこんなこともあるということで、よかったら高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ダイソーシリーズ、ネタがあるので、実はもうちょい続きます。というわけで、また次回。